長岡市役所は、日本の地方公共団体である、長岡市の執行機関としての事務を行う施設である。市役所の中枢機能は、青俺長岡に置かれている本庁の機能は、2012年4月1日より、使用を開始した長岡市、シティホールプラザ青俺長岡を中心に、長岡駅、大手口側の中心市街地に置かれている。 大手通り一丁目の青れ町岡本庁舎には、市庁室、市議会議場など、市政の中枢部が置かれているほか、本庁の大部分の部署が配置されている。市民窓口のほとんども同庁舎内に設けられている。大手通り二丁目の大手通庁舎は、再開発外区、フェニックス大手のイースト5から8階に入る。また大手通り向かい側に所在する長岡、市民センターは、 総合スーパー、丸大長岡店が、大手口駅前への新築移転や、業態転換などを経て閉店した後の店舗施設を、改修したもので、それぞれ本庁の部署が置かれている。中心市街地から南西、約2キロメートルの幸い町2丁目に所在する幸いプラザは、1977年に竣工した、旧市役所本庁舎で、青れ長岡竣工に伴って、 本庁機能が移転した2012年4月から耐震改修を実施した上で、工術の柳原文庁舎などに配置されていた教育関連の部署を移転し、2014年3月から順次業務を開始した。2014年春に閉鎖された柳原町の柳原文庁舎は、1955年に竣工した旧市役所本庁舎で、 後年は生涯学習やスポーツに関する部署が配置され、長岡市立科学博物館と長岡市、中央公民館を併設していた。老朽化が著しいため、幸い町長者の改修完了に伴い同庁舎へ、機能を移転し、2015年に映画のロケ地となった後2016年に解体された。本庁の部署はこのほか 長岡市中心部の川東地域内を中心に分散して配置されている。また平成の市町村大合併の際に編入合併した90市町村の地域には支所が置かれ市民窓口のほか各地域固有の業務が行われている。支所は以前の自治体が使用していた市聴舎などをそのまま転用している。 初代の長岡市役所庁舎二代目の長岡市役所庁舎四代目の長岡市役所庁舎大手通庁舎が入るフェニックス大手市民センター庁舎が入る長岡市民センター幸い町庁舎は市の公共施設を内包する複合交流施設幸いプラザ内に置かれている所在地配置されている部下併設されている施設所在地配置されている部下長岡市では 住民票等各種証明書の発行、届出を受け付ける窓口として、市役所、市所のほかに、下記6カ所の市民窓口を開設している。ありがとうございます。